こんばんは、かずやです。ついに来ましたね。10月23日。まあ今日はですね、iPhone 12、iPhone 12 Pro が発売されるという日なんですけども、僕もあの一台、妻のやつを予約していまして、それちょっと、まあ諸事情により今日じゃなくて明日、回収できる見込みになっています。とりあえず僕自身のものに関しては、そのね、その12 Pro、まあ実機を見てから決めようかなと。 まあ僕はどっちかといえばミニ狙いかな。まあそわ中でね、iPhone も今日発売したわけですけども、もう一つ僕が待ちに待っていたものが今日出たんですね。それ何かといえばこのソニーの α7C です。小型軽量のフルサイズミラーレスカメラということで、まあちょっと前にね、今撮影しております α7S3 も買ってしまったんですけども、まあなんか勢いでポイントで買っちゃいました。こちらが実機になりますね。 いややっぱりね、最初持った時ね、軽いなと思いました。で、あの、ちょっと前に、まあ、2, 2ヶ月ぐらい前ですかね、α7-3 も僕買っちゃってたんですよね。まあ、これ、あの、ポコカメラとしてですね、あの撮影用に、写真撮るように買っていたんですけども、正直ね、これにも大満足していました。写真機として非常にいいなと。まあ、動画もいいんですけども、これ、あの、バリアングル液晶ではなくて、チルト液晶なので、まあ、ちょっと自撮りには厳しいかなと思っていたんですけども、今回の α7-C ではですね、これ、バリアングル液晶に、 なななっってていいまますすすので自撮りりもかなりしやすくなっています軽くてバリアングル液晶がついている。これだけでも YouTuber 的には買いなのかなと。しかもフルサイズでしょう。そして今回キットレンズ付きのものを買いました。これあの 20mm、60mm の F4 から5.6というもので、これあのね、なんですか、振動式っていうんですかね。 こうちょっと繰り出して、まず28ミリにするっていう。だから収納しとくと、この状態だと撮れない。撮影できないんですよね。まあこれ、できれば24ミリが良かったかなと、24、50とかでも良かったのかなと思うんですけども、まあさらに欲を言うと、えー、20ミリ、50ミリとかね。 ルミックスのあのフルサイズにあるじゃないですか。20mm、60mm かな。あれは非常にいいなと思うんですけども、なんかソニーさんもそういうのを作ってほしいですよね。コンパクトさの代償として、まあボタン類、ダイヤル類っていうのはちょっとこう省略されたかなという感じはしますよね。 この α7s3 にはこの前ダイヤルついてるんですけど、こっちにはもうないんですよ。あとカスタムボタンっていうのも、この軍艦部に2つついてるんですけど、それもこっちにないですし、背面のこの辺についていたカスタムボタンとかも当然省略されています。ただまあソニーのカメラっていうのはファンクションボタンを押すと、まあそこからいろいろメニュー表示できたりするので、まあそれでカバーできるかなと思いますので、個人的にはそこまでね、まあその軽量化できた、まあその小さくできたっていう点で僕はいいんじゃないかなと思っています。で一つね、 ちょっとこれ欠点だなと思ったのが、この、わかりますかねこの音。このストラップホルダーがカチャカチャうるさいんですよね。それはこれだけじゃなくて、アルファ7-3でも同じで、もう僕なんかこれもうテープで止めちゃってるんですよ。で、今使ってるアルファ 7S3 だと、これカチャカチャ言わないように、ちょっとね、こう、あの、そういう仕様になってるんですけど、これできれば他のカメラにもつけていただきたい仕様ですよね。はい、レンズつけてみました。軽いです。 F4 スタートなので、まあ、この軽さ、小ささとトレードオフかなという気はするんですけども、まあ、ちょっと持ち歩いてね、撮影するならこれでいいんじゃないかと思います。ちゃんとマイクも刺さりますし、SD カードスロットがこの横にあるっていうのが個人的にはいいなと思ってて、あの、ZV-1 とかね、小さいコンパクトなカメラって、この、バッテリーとなんかこう併用して入れるみたいな感じになるので、なんかね、しかも小さいカメラだと、 あの、クイックシューつけてると、干渉しちゃって、一回取り外さないといけないっていう、ちょっとめんどくさい仕様もあったりするわけですよ。だけど、これだと横から取り出せるので、いいですね。いやー、これはね、コンパクトで、多分今後一番持ち歩くカメラになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、レンズに関してはね、これももちろんいいんだけれども、本命としてはね、僕はこのタムロンの17-28、 f2.8 になるんじゃないかと思います。ボディ小さいので、あんまりでかいレンズつけると、まあバランス悪くなってしまいますけれども、これぐらいのサイズ感で、この軽さであればバランス的にはちょうどいいかなと。タムロンに切り替えるとこんな感じですね。うん。いいですね。なんか軽い。スペック上ではこれでも 1kg 切る構成になるんですよね。まあそれで広角で、えー、まあ自撮りもできるし、えー、まあ出張先なんかでね、ちょっとこう写真も撮りつつ、 えー、まあ映像もね収録できるという点で、まあ、このレンズをちょっとメインにしばらく使っていこうかなと思っております今回 α7C が増えたことによって E マウントカメラが3台になっちゃったわけですよ、まあ、この新しい C と α73 でさらにこの α7S3 のこの3台体制になってしまったので、まあ、ちょっとね住み分けがなかなか難しくなってくるなということで一番 えー、リストラ候補になりそうなのがこの α7 III なんですよね。ただやっぱね、これはこれでめちゃくちゃ使いやすいので、ちょっとポコ専用カメラにしようかなっていうね、そういう贅沢な使い方を考えております。いや、にしてもこの小型でフルサイズってすごいですよね。もう α6600APS-C のモデルとそんなに大きさ変わりませんから、いや、すごいわ、ソニー。っていうか、よく考えたら、僕、あの、アップル信者を受賞してましたけど、 最近あのソニー信者なんじゃないかっていう気がしてきましたね。ソニーのカメラを最近いっぱい買ってるっていうのと、あの、ま、動画とかには出てきませんけれども、例えば編集する時のヘッドホンとか、まあ、イヤホンとかですね、なんかいろんなものをソニー製品に使ってるなと、思い返してみると、もうソニー結構買ってるわけですよ。値段で算出したら結構な金額になってるんじゃないですかね。あ、そうだ、このマイクもそうだ。 このワイヤレスマイクもソニー製ですよ。本来2つの宗教を掛け持ちするっていうのは邪道かもしれないんですけども、まあ、アップルソニー信者としてね、今後もやっていきたいなというところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。そういえば今日ポコちゃん来なかったですね。あの、撮影する前に睡眠を確認したので、睡眠して、まあ、寝てるのを確認したので、まあ、今日は来ないかなと思ってたんですけども、来ないと寂しい。ということで最後におまけとして、えー、僕が こう寝ながら本読んでるときに、ポコちゃんが寂しくてやってきて、僕の、えー、足、布団に入ってるんですけど、足に、ポコちゃんのこう前足、手をかけてるっていう映像をご覧いただいて終わりにしたいと思います。ポコちゃん。尻尾 <laughs> で。ポコちゃん。かわいいね。俺の足に。 ポコちゃんが前足をかけてるんですね。何でしょう、人のぬくもりを感じたいとか、なんかいるっていうのを確認したいとか、なんなのか分かりませんけど、たまりませんね。かわいねポコちゃん。